作家、国会議員、東京都知事としてその言動が常に注目されていた石原慎太郎氏が今日午前10時過ぎ、膵臓がんのため亡くなりました。89歳でした。石原氏は1956年一橋大学在学中に文壇デビュー作の「太陽の季節」で芥川賞を受賞しました。登場人物の影響を受けた若者が。 太陽族と呼ばれるなど当時の社会現象となりました国会議員としては1968年に自民党で初当選して以来環境庁長官や運輸大臣を歴任し議員勤続25年となった1995年に突如議員辞職を表明しました99年の東京都知事選で当選して3期を務め東京オリンピックの誘致などに尽力しました 4期目の任期中の2012年10月に知事を辞任すると橋本徹氏とともに日本維新の会代表に就任し衆議院議員として17年ぶりに国政に復帰を果たしました2014年の衆院選では落選し政界を引退しました作家で元東京都知事の石原慎太郎氏が亡くなりました89歳でした